ただまだセレッソ大阪のチャンスは続きます。ソーザがキッカーで左からのコーナーキック、ふわりとしたボール、ヘディングシュート、2点目。またもやセットプレーから2対0としました。船木のヘディングシュートです。まあ、グランパスの守備陣でいうと、まあ、ゾーンで守ってますから、はい、やはりこうボールに対して誰が行くのかっていうのがね、少しこう曖昧になってたのかなと思いますけどね。ふわりとしたボール、完全にフリーでした。はい、まあ、ゾーンで守っているからこそしょうがないのかもしれませんが、まあ、ちょっとこうブロックするような、ね、形になってますけど、はい、ただセレッソのこのソーザの、ね、ボールの質も良かったですし、ですね、まあ、少しソーザのフリーキックオンゴールのような形にはなりましたが、うん、ただソーザこれでアシストも記録してというところで今日は活躍しています。